はい、ということで前回見事勝利をしたチーム初心者のペペロンです。ということで、前回チーノ君に勝ちました。もうこれは初心者って名乗らなくてもいいんじゃないかなというレベルで、これからチーム無一文として頑張ろうかなと思いますけれども、今回は3つ目のバッジ炎ジムを倒しまして、で炎ジムのね手持ちのポケモンの最高レベルが27レベルまでだったので、使えるポケモンは27レベルまでという感じになっております。で私ペペロンですね、前回勝ちましたので、さらにですねこの手持ちの中から、1匹禁止されるポケモンが選ばれるということで、ちょっとかなり厳しい状況になっておりますけれども、早速パーティーの方を紹介していきたいと思います。ではまず1匹目のディグダリオの穴、この子は電気タイプの対策ですね。そして素早さが高いんで、結構有効かなと思って入れております。でなぜかマグニチュードを覚えないんですよね。なんでだろう。一応地面タイプの技は地鳴らしを覚えさせてるんですけど、ちょっと不安要素が残りますね。あんまり強くない地鳴らしが。2匹目ライボルトのポチさんということで、ポチシリーズが来ましたね。3つ目のバッチまででゲットできる強い電気タイプのポケモンがピカチュウ以外にあんまりいなかったん でもし向こうがギャラドスを使ってきた場合、対策できるポケモンがいないの で、技もそこそこ強いので結構いいんじゃないかなと思って入れてます。3匹目ポチ2ということでウィンディですね。こいつはもう炎タイプで抜群に強いんで、今回も選抜入りということで入れさせていただいてます。レアドライブ新速噛み砕く火炎放射めっちゃ強い、頑張ってほしい。今回も4匹目エビちゃんということでエビワラですね。この子は雷パンチ、ドレインパンチ、冷凍パンチ、炎パンチと素早さも速くてね、いろんなポケモンに対処できるんじゃないかなと思って入れております。お次ガンゲリオンのゲンガーですね。この子は交換で最終進化まで行くんですけども、前回ね状態異常の眠りにねめちゃめちゃ苦戦したので、今回はねこっちが使ってやろうと思って催眠術の覚えているゲンガーを入れました。で技もそこそこ強くてですね、ステータスも全然悪くないんで入れました。で多分ゲンガーって結構強いイメージがあるんで、今回禁止されるんじゃないかなと思ってます。禁止されなかったらラッキー程度で多分選抜入りすると思います。最後ヘムロックのリーフィアですね。この子は完全なブラフです。ワンチャンこの子を禁止してくれるかなと願いつつ入れてます。多分禁止されないと思うけど、そんなわけで今回はこの6匹で頑張っていきたいと思います。ではチーノ君の手持ちどうぞ。はい、ということで、土の子ブラザーズのチノです。はい、今回もですね、タイペペチン用のパーティーが出来上がったので、解説していこうと思いますって言いたいところなんですけども、本日のバトルですね、時間の都合上、新規のね、社員を雇用するのがちょっと難しくってですね、4体既存のポケモンを使っております。なので、正直ちょっと自信ないんですけど、説明だけしていこうと思います。ということで、上から4体は、もう出てるポケモンですね。ピカチュウ、クワガノン、キュウコン、エビワラっていう感じです。で、エビワラの技だけちょっと変わってて、レッドパンチと雷パンチだけか、が追加されています。で、新規2匹、新規が2匹、一応、も連れてきていて、テッカニとオンバットですね。で、オンバットがですね、ちょっと、今後使いたいなっていうことで捕まえてて、これから性格の厳選の方とかしていこうかなという感じです。とりあえずは連れていくオンバットは冷静特性お見通しで連れていく予定です。で鉄火人なんですけど、ちょっと強いかなって思って、鉄火人のこう特性加速で、だんだん毎ターン終わるごとに素早さが上がるっていうのと、あとはバトンタッチでですね、バフを維持したまま次のポケモンに渡せるっていうところで、使えるんじゃないかなっていう風に考えてパーティーに入れてきました。でもうちょっとですね、性格の厳選の方が難しいかなっていうところで、捕まえた時のまんまの性格にはなってます。で影分身で回避率上げて、で峰打ちで、これはちょっと攻撃総数ですね大した威力ではないんですけれども、使う時があればっていう感じです。で、硬くなるで防御を上げて、そのままバトンタッチでそれを維持したまま
光のポケモンと変わっていくっていう戦法で、今回は行きたいと思います。ということでですね、今回はこの6匹の相棒たちで、いや、この6匹の社員たちでですね、株式会社ペペロンの方に殴り込みに行きたいと思います。それでは対戦よろしくお願いします。はい、というわけでやってまいりました第3回目3回戦お願いします。ということで今回は、まずレベルが27までのポケモンで、かつ前回使ったポケモンは、使用できないと。はい。でさらに、ペペロンは前回勝ったので、今回は禁止されるポケモンが1匹指定されると。こんな感じで、じゃあお互いの手持ちを見せますか。はい。なるほどねなるほどね。はい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 。鉄火忍オンバットってなんだ、見なかったな。そうなんだ。禁止ポケモン。ゲンガーで。うん、ゲンガーで。ゲンガー。はい。OK、ゲンガーですね。了解です。お願いします。じゃあ、作戦会議。作戦会議しますか。お願いします。はい。いやー、あいつまたピカチュウ入れてきたね。しかもライチュウに進化させてないっていう。あ、でも雷の石クワガノンに使ってんのか。ということでね、まあピカチュウ入れてきた時点でもうダグトリオの、選抜入りは決定してます。ということで、ダグトリオは一番に決定で、まあ、クワガタムシとテッカニンがいるんで、まあ虫タイプなんで、まあポチにも選抜入りですね。でオンバットってなんだ、オンバット謎すぎるんだわ。で予想通りゲンガー禁止してきましたね。まあここは予想通りなんで全然いいんですけども、割と全体的にあなたポチ2でカバーできるかなって感じなんで、あと3匹ちょっと迷いますね。まあ、ポチさん、エビちゃん、ヘムロックで、まずヘムロックはそんなにステータスが高くないんで今回なしでいいかな。草タイプそんなに刺さりそうな感じではなかったんで、でまあポチさんとエビちゃんで、まあエビちゃんは結構いろんな技覚えてるけど、静電気、ポチさんの静電気強そうかな。うん、麻痺結構きそうなんで、まあ、炎の牙、電撃か、噛みつく、雷の牙覚えてるから、まあ、ポチさんでいくかな。エビちゃんよりポチさんの方が若干ステータス高かった気がするし、まあ、今回は1番目アナ、2番目ポチさん、3番目ポチ2でいこうかなと思います。それでは対戦よろしくお願いします。まあ、とりあえずね、あの邪魔そうなゲンガーを提言させていただきました。ピカチュウ今回こそは使いたいなって思ってたんで、あのライボルトとダグドリオ結構邪魔だなっていう、完全になんか潰しに来てるなっていうイメージですね。まあでもそうだな、対面的にはどっちもこうあんまり有利な感じではないかなとは思います。ニフィア潰そうとしてキューコン出すと、まあ、ガーディーが来るみたいな感じかな。おそらく、ライボルトは使ってこないで、ガーディー、ダグドリオと、まあ、ニンフィアか、なんだっけ、エビちゃん、エビちゃんで来るかなっていう予想ではあります。なので、ダグドリオ出てくるとピカチュウちょっとしんどいんで、こっちは、クワガノン、テッカニュン、まあ、エビアラーかピカチュウでちょっと、迷いますね。でもクワガノン雷なんで、エビワラで行こうかな。ダグドリオ警戒で、そうですね、クワガノン、エビワラ、鉄火忍で。まあでも鉄火忍ね、まだ検証生だからね。まあちょっと、そういう感じで行こうかなというふうに思います。それではよろしくお願いします。オッケー。よーし、やるぞ。よし、じゃあ対戦よろしくお願いします。お願いします。なんか赤いんだけど、すごいちょっと変えたすごい赤い人になってる。わ、かっけえな、マリーの BGM。 あー、なるほどね。はい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 、こんな感じで。なるほどね。鉄火忍ですか。鉄火忍ですね。鉄火忍ですか。なるほどなるほど。お、引っ込めてきた。さあ、引っ込めていく。なるほど。ええ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 。あ、いいのか、硬くなって。
もう最初攻撃じゃなくていいのか。うるせえ、なんだこいつ、うるせえ。やっちゃうぞ、やっちゃうぞ。よし、まあね、小手調べですよ。あー、なるほどね、はい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 、なるほどね、硬いですからこっちは。なんやバトンタッチって。ステータス上昇をそのまま受け継いだまま出てれるっていう。へえ、なるほどな。よし、じゃあこれにしよう。さあダイマックスしていきますよ。早いな。早いよ、今回は早いよ。いや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 、もうこれはもう作戦のうちですよ。あら、ドバーンとね、来ました、ダイマックス、ポチザダイマックス。おらー、入らなかったね。バーン、ドゥン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 、バー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 ン。これポチに蹂躙されるのあるの。ポチーズ蹂躙。なんか今日うるさいな。いけ、どうしようかな。うわ、ダイマックスしてくる。ここでそうですね、なるほどね。こっちがしてくるんだったらもうこっちもしちゃえばいいかなっていう安直な考えで。いや、でかくなったところでですよ。クリームパンナちゃん、確かに似てる。確かに似てる。わっ、やろう、やる、やる。いけいけ、ポチいけ、ほら、よーし、一匹撃破。まあでも、まあ、一応控えはいるんで、ほうほうほう。まあ回復していく。うん、よくない流れですね、完全に。よくない流れですね。対戦が始まると俺のマイクの音割れ具合が激しいんよ。激しい。お、いいのか、クワガタムシなんか出しちゃって。いやもうしょうがない、これは。もうあれやぞ、これも。もうしょうがないもんだって。大バーンやぞ。やばいよ。ブーン、ブン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 。うこれもうね、くそだ。もう、ってことないよ、あとはもう。ダイマックス終わってしもた。ああ、まあまあ、でもね、そんなもんですよ、ええ。あとはもうちまちまやっていくしかないんですよ。よーし、やるぞ、いけ。もうポッチ強え。あー、せこ、早い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 、せこ、早い早い、回避率で上がったところでよ、当たる当たるっていうね。当たるっていうね。ボボボボボーン。イエーイ、圧勝。圧勝。やばいな、やば、圧勝したんだが。勝ったな、負けたよ。いやいやいや、めっちゃ楽勝だったな。次もゲンガーの出番はないと思ってる。ちまき倒してやるから。まあでもこのゲンガー禁止されると思ったよ。うん、だって邪魔だもん。うん、このガンゲリオン。なんだガンゲリオンって。エヴァンゲリオン的な。なんだろ、紫だから。そう、まあそんなわけでワイの勝ちやな。次はないから。前も言った気がすんな。惨敗でしたね。惨敗だったね。なんでかって言ったらもうね、分かりきってんのよ。雷タイプが好きすぎるってやつ？あ、虫タイプか。
雷と虫が好きすぎるっていうがっつり対策したもんな俺がっつり対策したもん。いやあのね、分かってんのよだってね、こっちだって地面タイプと炎タイプと入れとくからね。エビちゃんもこのメロンパンダもあれ炎と氷のあれ覚えてくからね。パンチな、そのパンチ覚えてくから。まあでもなんで負けたかっていうのが分かってれば次負けることはないから。うん、なんで負けたか明日までに考えてきてください。おーい、そんなわけでじゃあバッジ4個目のバッジまで、はい、お元気でということで、さようなら。さようなら、頑張れ、育成頑張れよ。おう、任しとき育成頑張れよ。おう、任しとき。じゃそんなわけで、また次回お会いしましょう、はい、バイバーイ。バイバーイ。